日産自動車の業績悪化に歯止めがかからないという記事です。2019年4月から6月期の連結営業利益、前の年の同じ時期に比べ、およそ9割落ち込み、数十億円規模にとどまりました。 主力の市場でありますアメリカでの販売、これが振るわなかった上、うん、自動運転、電動化といった次世代技術に向けて開発費もかさみました。うん、日産、業績悪化を受けて人員と生産能力の削減に踏み切ります。うん、人員削減の規模は5月に示した4800人から大幅に増やし、1万人を超える可能性があるとしています。まあ、かなり大,大規模なリストラになりそうですね。ですねやっぱり内需依存で経済成長、ねはい ししよううととてるしょぼいる国ではこういうこと起こ起りますよねアメリカの販売が振るわなかった。うん、っていう、<ー>だってそんなアメリカではそういうこともあるでしょう、それはその国のことですから、<ー>やっぱりこれは内需が基本的に十分拡大していないから、はい、なんかこういうことになっちゃうんですよね。<ー>だからやっぱりこれ、消費増税を5%から8%に上げたことの間接的影響とも。 言えますよね。ーーえー、もしあの時に増税してなかったら、内需だってそれなりに一って度日本成長して、国民だから、ね、この1万人の方は食を失わずに済んだとも言えますよね。ええー。うん、さあ、そんな逆風の中、独自の弱さもあらわになりました。日産、モデルチェンジから数年が経った、高齢の車種が多く、うん、アメリカで値引き依存から脱却しようとしました。うん、そのため、販売奨励金を減らしたところ、うん、客足が予想外に落ち込んだと。 まあ、うん、これもだからアメリカのお話ですものね。あとはあの、元会長であるカルロツ・ゴーン被告の指揮でアメリカの金融危機後に業績回復を急ごうと新興国での生産能力を大幅に拡大しました。うん、この反動で新車開発にかける資金が少なくなって、うん、自動車に求められる環境安全性能が高まる中で日産の商品力の相対的な低下、うん、これが進んだという指摘もある。これだってね、えー元 日本の,、ね、その大企業たちトヨタにしてもソニーにしてもねそういう人たちはどうやって大企業になっていったかっていうと、はい、十分に強力な内需あの日本人の購買力が。はい 消費者の方々のね、があるからあ、作ったものが日本人にめっちゃ売れると。うん、そこでいっぱいお金を稼いで、いいものをどん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 作っていくとで。もともと日本人向けにいいものを作るんだと思ってたら、いつの間にかガラパゴス的にめちゃめちゃいいものが、はい、できちゃったと。えー、これをよそで売ったらもう、飛ぶように売れると。えー、これが日本のビジネスモデルだったわけですよ。だから、はい 日本の企業が強かったのは、日本の内需が強かったからなんですよね。えー、だから内需がダメだったら、はい、それはもうこうなりますわ。だからもうこれ、日産ってね、うん、技術の日産とか言って立派な会社だ,、はい、だったのにですね、えー、その技術力が、よその企業に負けてるってことでしょ、えー、内需費用、もう弱かったらもうこうなりますよ。だから消費増税したらあかんつってるんですよ。うんえー、もう馬鹿にはつける薬ないですね、この国はもう。